はい、どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回も、無双オロチ3、ゲームプレイ、やっていきたいと思います。さあ、今回使用する人物は、服部半蔵、佐治、伊達政宗、そして、おんまちゃんが、黒仕影、サポートメンバーが、天意、長祖壁、元地下、しばし、方等でやっていきたいと思います。さあ、進軍開始。今回は、サイドストーリー、不屈の闘士、やっていきたいと思います。ダッキと呂布、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が、孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗人と周泰、鉄壁の守り手と言っても良い二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎ、孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが、なんとかせぬ。いずれ、孫権様が来る。それまで耐えんぞ。ああ。この宗主公、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし、何としても守り抜かん。連合軍対、龍馬、呂布連合軍、勝利条件。の撃破、敗北条件、宗人の敗走。戦闘開始でございます。ダッキ率いる大軍が迫っている。だがこの城は宗主公が必ずや死守せぬ。孫権様の援軍が来るのを守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。俺に勝てると思ってんのか。でね、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しよう。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。影の人よし。服部半蔵の合体真実。さあ、続いて佐治の無双でございます。どこなんだ。日の本の城のような気がするけど。さあ、柴津豊久がどうやら龍馬呂布連合軍と戦っているみたいでございます。伊達政宗は少々癖がございますが、使っていて楽しい人物でございます。服部半蔵も使いやすくスタンダードに戦うことができます。サジもなかなか使いやすく、三人の中ではパワーがあるといった感じでしょうか。伊達政宗の無双でございます。なかなかエフェクトが素晴らしくかっこいい。
処理班像、なかなかビジュアルが奇抜になっております。これでは忍者として目立ってしまいそう。そんなことは置いといて敵を倒していきましょう。さあ、合体真実8バージョンでございます。余計な姿かもしれぬ。手を貸そう。スケバチですか？ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。さあ、島津豊久と合流することができました。この城を奴らから守ってるんですか？よければ手を貸してもらえぬか？はい、喜んで協力します。始末は受けた恩は必ず返す。西から敵の公園が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう俺ら絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に石の砦を制圧せん。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつ強そうだ。このままだ城が危ない。俺は食い止める。さあ、合体真実服部半蔵バージョン。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。ほう、俺を阻むとはいい度胸。ほう、俺の前に立つとはいい度胸。さあ、よっ。この表示されている敵武将、撃破しに参りたいと思います。さあ、こちらですね。立ち歩行されました。強人殿は戦上手なんですね。その采配、これ憧れます。身に余る言葉。豊久殿こそ鬼のごとき武勇。さあ、パズ固有真実発動。先を越されてしまったか。共に敵めらを撃ち抜けるぞ。Hey!
ところで負けちまうとは。さあ、やはりヨフが強い。頼もしきことを自分も負けておれ。撃破していきましょう。この勝負、次に預けるぞ。新兄弟のお相手をしていただけますかな。
剣を使い、チッポッキッセー。さあ、ただいまチッキと戦っております。なかなか強い。そしてカオスオリジン出てまいりました。このままではまずく。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。頼もしきことよ。自分も負けてはおれぬ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは、我らが共に戦おう。おお、孫賢殿。これで流れも変わるだろう。皆のおかげで守りきれた。もう孫賢さんたち来ちゃったの？城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだ。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と靴輪を並べようとはな。それほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫の東照の力、まことに心強い。さあ、相手になるぞ。スーパー、よくぞ城を守り抜いてくれた。城の働きなど、みんなの意見です。このままではまずいか。よし、これで攻撃は止まったぞ。よくやったな、その調子だ。さあ、残りは雑記のみでございます。しかし、伏兵がいるかもしれないので慎重に行きましょう。チェスト、なになに、この子ちょっと残念な感じなの？よしたまえ、決定してくる。邪魔だって。このままではまずいか。さあ、ダッキーを倒していきましょう。答えてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。
いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくて、みんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれんな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。島津豊久、仲間加入。戦場を混沌で染め上げてやろう。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神庵でした。バイバイ。